はい、えー、本日はですね。環境活動家のあかねさんのお話を聞きしたいと思います。あかねさん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね。早速あの質問なんですけど、あかねさんの夢やビジョンは何でしょうか？はい、えっと私の夢なんですけれども、と唯一無二の住まい、私たちのこの地球を大切に。 人間も動物もすべての生態系が自由に生きられる世の中にしていきたいっていうちょっと壮大な夢があります、えー、<laughs> すごいえ唯一無二の住まいである住まい地球を大切にして、はい、人間もすべての生態系を持っていましたはいへえー、すごい壮大ですね <laughs> 壮大ですね <laughs> <laughs> いやこれはでも誰もが願ってることだなって思います、うん、心の底では <laughs> 本当ですよねなんかもうみんな、うん、みんな,なんかこうハッピーピースでいたいっていう思いは絶対あると思うし、はい、まあ本当に現状であればなんかまあコロナだったりなんかウクライナ問題がもう本当にこのねとってる現状いろいろあるけれどもその中で本当に 自分の本当に自由な生き方ができる本当にみんなが、まあ、本当に人間だけじゃなくて生き物たちもその自然なあの環境で生きられるっていうのをちょっと目指したいなっていうのが夢です。へえめちゃくちゃ私もそれあのやってほしいって言ったらあの受け身ですけど <laughs> いや本当にそれ大事だって思います。めちゃくちゃゃく<へー> <laughs> えー、ちょっと、あのこれは、えっと、どのようなステップ、まあ、目標とか計画とかあるんですかね、ここの,ここの夢に到達する手前には、ステップとかがあったら、お聞きしたいです、はい、ステップになるとあ、この考えに行ったステップになりますか。 えっとです,ね、すみませんその目標とかあその夢に対して、まあ、どのような目標や計画でこの夢を叶えようとされてるのかっていうそうですねそれが、えっと、やっぱりこの今私たち豊かな日本に住んでいる時点でやっぱりこう いろんな衣植住に関わっているものすべてに大きなエネルギーとか水や森林、あとは石油などの資源を大量に消費していて、まあ、製造過程でやっぱり地球を汚してあの過ごしているっていうのを知ってで,でもそういうのってやっぱ自分たちが生活をしててすぐにこう目に見えるものではないじゃないですか。 っていうのをあのやっぱり一人一人が買う責任あと使う責任を持ってもらうために、まあ、自分が今やってる、まあ、計画っていうか目標として SNS で発信したりとかあとはセミナーを開催してもう本当に環境についてまずは一人一人があの知ってもらうっていうのとともに、まあ、本当に将来的にはあの企業さん やっぱり個人でいろいろ物を作るとかって難しいですけど、やっぱこう企業がいろいろ商品を作る。その過程で、やっぱそのプラゴミが出たりとか、やっぱこのどうしてもエネルギーを大量に使う。うん、結果私たちが買うことで地球を予防してるっていうこの循環が生まれてしまうので、企業といいもの、エコ商品を作るっていう風なコラボ商品を作ったりっていうのが、 あのちょっとこも計画自分の中ではやっていきたいなっていうのがありまして、うん、あとはあの日本の給食のちょっと改革とかもちょっと考えてはいてあのちょっと自分自身があのちょっとヴィーガン寄りの食,食事環境になるんですけれどもその動物性を使わなくても植物性だけでもすごい健康で,でその食事にも 結局、ちょいろいろ環境問題をあの予防したりとか、うん、ちょっとこう家畜問題とかにも関わってくるので、そういったところもあの綺麗に循環させながらあの、オーガニック給食っていうのを<ー>、はい、やってあの広げていきたいなっていう夢があるので、まあ、それを。あの まず知ってもらうために、まあ、ちょっとそれがちょっと先の夢になって先の計画になってしまうんですけれどもその前に学校教育の部分で今の子どもたちがやっぱ大人になった時もう今現在で自分たち私たち大人がいろいろ地球をゴミを増やして地球にゴミをいっぱい負債を溜め込んできたでその責任を今の子どもたちが負う。 っていう、あのこの,あのよくグレタさんが発信してるのと一緒ですよね。自分たちが将来す心地よく過ごしたいのに、今の大人のあなたたちが地球を壊してるんだっていうのと同じで、今の子どもたちもその知識がないことには、やっぱりその子どもが大人になっても同じことの繰り返し、 でその子どもたちがまたその責任を負うってことはもうずっとつながっていくなのでもう計画的にはもう今の子どもたちにしっかりと環境教育をした上でそのオーガニック教育あの給食を取り入れたりあの環境ってこういうことがあのいろいろつながってくるんだよっていうのをあの知ってもらう段階でちょっと今計画は立てています。 これはすごい革命的ですね。<laughs> 子供たちにそういう教育が入って、<laughs> 環境のことを知ってもらって、しかも給食まで改革が起こって、あとやっぱりそうですね、その企業がね、やっぱり商品を基本的に作ると思うので、やっぱり本当に地球に優しい、その人に優しい。 あのえ商品をどんどん開発していかないと地球も持たなくなっていくと思うのでもうめちゃくちゃ大事だなって思いますね。はい、うんなるほどじゃあこういうことであのみんなに認知してもらったり実際に商品を作ったりとかしてあの本当にハッピーなあの誰もが幸せに生きれる地球っていうのを作っていくっていう感じなんですね。はい <laughs> はいー。ありがとうございます。えではですね、あの今あの目標とか計画た話していただいたんですが、今現在のあの活動内容だったり活動指針などをあのぜひ教えていただきたいです。はい。と現在はあの私個人的に。 あのいろんな情報を集めてそれを SNS で発信しているだけにはなってしまってるんですけれども環境問題ってやっぱ結構せ盛大っていうかもうやっぱりこう一人じゃどうすることもできない問題だと思うんですね。なので今は同じ志を持った人とつながってコミュニケーションを取りながら一緒に活動できるパートナーを今増やしている段階です。 っていうのもあの主に自分がその環境活動家としていろいろ発信している内容のメインが脱プラだったりあの食事面だったりあとは動物愛護の方に特化した分野をメインに活動しているんですね。ででもその環境問題ってもちろんそれだけじゃなくてその二酸化炭素を排出するエネルギー問題だったりとか あとは農薬とか肥料を使ったあの土壌汚染だったりあとは森林伐採や森林破壊などそういったさまざまな問題が全てこの環境問題としてまあいろんなその地球問題に負荷をかけている状況なんですね。なのでそれぞれの分野で得意な人とこうタッグ組んで協力してみんなで取り組む体制を取れるように 今、その SNS のオンライン上で、もうあのオフラインでもそうなんですけれども、つながりを持つ活動をあのしている状況です。はあ,はあ、いや、これ大事ですね。うん、そのあらゆる分野の人たちとやっぱりつながっていかないと、これ、地球規模のお話なので。そそ、うん、そうですね、うん、それこそ今 日本だけでででどうにかできる問題でもなく本当にやりたいことはもう本当に世界っていうか本当にこの地球にいる人全員がそういうあの気持ちになっていかないと本当に地球をなんかまあ守れるか救,れる救えるかっていう、うん、ところに今来てると思うので。うん、まああとはあの まあ日本でいえばなんかその全国今だったらこうやってズームとかでいろんな方とつながれますけれどもやっぱりあの影響力があるなと思ったのはあの自治体あの市とかまあその村であの協力して動いたりとかそれこそ国で法律を決めるとか。その 日本,日本だったら国民が声を上げて活動していくっていうことすごい大切だなとは思ってるんですね。つい、うん、最近あの選挙ありましたけれども結局、まあ、そこで私の中でちょっと応援している方がいらっしゃってもうこの人の,その声あの運動がとても印象に残ってでもう私はまあちょっとその応援する人にこう投票して。 まあ、あのめでたくちょっと当選していただいたんですけれどももちろん,なんか当選したからそれで終わりじゃなくて今後でやっぱり活動を続けていかないとやっぱり環境問題も一時あの今日いいことをしたから良くなるってことは絶対ないじゃないですか、うん、この日々の積み重ねで良くもなるしもちろんあのこのまま悪くなるっていうことはあるのでなんか続けてみんなが声を出していくっていう。 あの大切さはすごいあの活動としてもうこれは常に続けなきゃいけないですしもうちょっと見習いたいなと思ったのがあの海外のあのデンマークとかスウェーデンとかの結構そういうところはオーガニック系とかその SDGs に関して結構すごいあのハイレベルな国になっていてこう ちょっと最近だとお肉に対して肉税の導入が検討されている国もあってで、まあ、ちょっとこう肉がどうのこうのって言ったらちょっとまたちょっと話がずれちゃうんですけれどもあのその環境とその食事とかってすごいつながりがあってなんかそういったところも,なんかもうやっぱり知ってもらいたい活動の一つには入っているんですね。うん ねえなるほどね。いやー、すごい、でも声を上げること、本当に大事ですよね。まず知らないっていうところから知ってもらうっていう、しかも本当に地球規模、えー、国とか法律とか、そういうところ自体も本当に変わっていかない限り、私自身も結構間に合わないなっていうふうにも思っているので、まあ、本当にそれ、なんかで、ね、取り組んでいかないとなっていうのをすごい思いますね。 うん、ありがとうございます、はい、ではあの次ですねあの、今の夢やビジョンを持つようになった、あかねさんの中で、まあ、きっかけとなるようなこととか出会いとかそういうものがあったんじゃないかなって思うので、まあ、ぜひそのきっかけや出会いを教えていただきたいです。ははいもと,もとは環境問題 がなんかあのやりたいっていうよりもあのパートナー、まあ、主人なんですけれどもちょっと健康からあの関心を持ってちょっと食事改善をしたのがあのきっかけでじゃあなぜその食事改善から環境問題につながったかっていうとあのやっぱこう食事で出されているお肉のことを知ったからなんですね。うん、普段の食卓で あの並ぶお肉ってまあ、牛とか豚とかまあ、鳥とかっていうまあ家畜と呼ばれてる動物たちだと思うんですけれどもこの家畜動物を育ってるために、うん、そのまあ、家畜が食べる飼料のための穀物畑、うんうん、これを作る,ためが作るために貴重な森 アマゾンとかの広い大自然の、うん、森が伐採されたりあと、うん、やっぱその育てるためにやっぱこう水も必要なんで水資源が使われたりっていうことを知ったんですねでそのさらにこう背景をあの知った時にこの地球上に住んでる哺乳類の中でなんか実はまあ100%のうち人類、まあ、人間が 三十六パーセントらしいんですね。で、百パーセントのうち三十六パーセントが人類に対して家畜の量が六十パーセントらしいんですよ。<ー> <laughs> なんか人間の数よりも家畜の数が多いっていうことを知って、えそんなにいるのっていう、まあ、衝撃と、あとその地球上のまああの陸地 うん、このこう私たちがこうあの土の上というか陸,陸地にいるの上の4分の1が家畜の飼育に使われていいるらしいんですね、えー、<laughs> そもそもなんか <laughs> 地球の陸地ってなんかまあ地球まあとっても広いんでなんかえいっぱいあるんだからいいじゃんって思われてるけれどもそれもちょっと数字で見たときに。 地球上の,あの地球、ま、丸があってじゃあ陸地ってどれ,どれくらいかって言ったら全体の30%しか陸地がないらしいんですよ。うん <laughs> っていうのもやっぱこう青い惑星地球っていうぐらいなんでほとんどが海なんですね。で、まあ、その陸地だけをギュッてこう一つに集めたらこので,でっかい地球上の30%しか陸地がない。うん その30%のうち4分の1が家畜のための場所、うん、人間のためじゃなくて家畜があの家畜を育てるための場所として使われてるっていうのを聞いてえちょっとこれはおかしくないっていうのもちょっとすごい衝撃を受けたので、まあ、そこからなんかこう、まあ、最初入ったのは食事改善、まあ、健康とかって入ったんですけれども いやここから環境問題ってすごいもっと知っていかなきゃ私たち人類やばいんじゃないのっていうところが知ったきっかけになりますへえ、ね、そこにお,あのおかしくないっていうふうに思えたってことですねそうですね <laughs> へえそっかそっか すすごいですねそ,のそれがきっかけとなってあのきっかけとされたと思うんですけど、うん、そのあかねさんご自身があの例えば同じ出来事に出会ったとしても同じ情報知識を得たとしても、まあ、おかしいっていうふうに思わない人もいると思うんですね、うん、世の中には。はい、だけどそれをきっかけとしてしかもその環境活動の、まあ、活動までされるようになったっていうのは相当だったと思うんですが。 そうなんで、あかねさんはそれがおかしいっていう風うに思えたんですかね。あかねさん、ご自身がどういう人だからこそ、それをきっかけとできたのかをお聞きしたいです。はい、そうですね。1番は私すっごい。あの生き物まあ、動物がすっごい好きだったんですね。子供の頃からそ<ー>の犬まあ、犬もずっと飼ってたっていうのもあるんです。けれども、それ以外にもなんか？ まあやっぱ動物園とかに行ったらその,その生き物生き物がすごい好きでちょっとだから将来の子供の頃の夢が動物園とか水族館で働きたいとかそれこそなんか獣医さんになってなんか生き物を助けたいとかっていうのがもう小中とあって、うん、でまあちょっとこう飼育員とか <laughs> なんかもう少なくとなその動物に関わる何かをやりたいなっていう思いがあって。 でまあ、別にその大人になってからはなんかそういった仕事に就いたことはなかったんですけれども、まあ、根本はすごい動物がすごい好きだったんですね。でそこから今回そのさっき言った食事からその動物がそうお肉が環境にあのつながって悪くなってるってなった時に私動物好きだって言ってるのにお肉食べてるなって。 っていうちょっと矛盾を感じたんです。<ー> <laughs> でもう何だったらそうあの豚とかあのめっちゃ可愛くって何だったらその今ペットブームって時にそのミニ豚ちゃんがなんかペットとして飼えるよって時に、うん、えミニ豚飼いたいでなんて話をしたりとかなんか思ってた何もかかわらず私 とんどんとか牛丼とか食べてたよなって思った時にすっごいなんかこうあれ私なんかこうすごい自分の中でなんかこの私の中の,あのカルチャーショックというかっていうのがすっごいあの怒ってそれをこの状況を知ったその日からあのお肉食べなくなったんですよ。すごい <laughs> それぐらい結構ビビビッとその動物に対してのものがあったんでそこからその環境もすごくインスピレーションこうこうやってつながってくるよなもうなここもしっかりやらなきゃいけないなっていうことで私は入っていきましたねいやすごいですねそこよく気づきましたねその矛盾矛盾。うん <laughs> そうです、ね、うんでも結構その動物園あの水族館とかもあの最近はようやくその自分の視野が広がったんであのよくその取り上げられてるイルカってどこから来るんだろうあのよくイルカショーでて来てるイルカってどこから来てるんだろうって言った時にあれは人間がわざわざ捕獲して連れてきているイルカらしくって。で あの調教しやすいイルカだけを選定してそれ以外に捕まったイルカ、まあ、家族とか、まあ、あの群れで泳いでいるかってその他のイルカは殺すすらしいんですよもちろんそこがなんかイルカ肉とかにもなるらしいんですけれどもこれなんか日本のなんかちょっと文化っていうのでなんかあるんですけれどももう私の中ではなんでわざわざ。 殺すのかそのまあ肉にするにし,しないしなくても殺すらしいんですよそのまま逃がせばいいのにうん、うん、っていうなんかこうすごい人間の,なんかその動物に対する扱い方とか、まあ、その家畜って言われてるその動物たちもまあ一つの命なんか自分たち人間の生態と同じ なのにもかかわらずなんてこうもう生き方の自由って制限差別されなきゃいけないんだろうっていうのが、うんうん、その環境問題とまあそのちょっと今は動物愛護系もちょっと一緒に並行して動いてるんですけれどもなんかもうこういったものを全部取っ払ってもうみんなが本当に地球上にいる全てがその生き物本来の生き方を 元に戻そうよっていうところに、うん、今は行き着いたんですね。本当になんか、あかねさんのお話を聞いてて、本当になんかその動物とか人間とかっていうそういう境界線を引かずに、すべての、うん 人すべての存在が本当に自由で平和で幸せで生きれるっていうことをすごく望んでそれを具現化させようとしてるんだなっていうことをすごく感じましためちゃくちゃ純粋だなと思ってすごく感動しましたで、あのー、最後ですねあの、はい、ぜひですね、あのー、視聴者の方にですねメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか はい。えっと、今、2022年、今、夏で、今、海外では、あの、熱波とかによる死者も出ているほど、あの、異常気象が起きています。で、まあ、もちろん、それって今年だけじゃなくて、すでにもう何年も前から、気候危機として、あの、 もう現れているものです。で、一見災害と思われているものなんですけれども、私たちのこの生活の中で生み出された産業がもたらした人害といっても、あの、捉えてもらっても本当にいいっていうぐらいに、やっぱり一人一人が買う選択で使う責任を持って、あの、生活しながら、もう理解しながら、本当に 必要以上にもう本当に早急にこの解決は求められているものです。やっぱりもう唯一無二の地球に住んでいる以上、無関心じゃなくても、本当に私たちはもう無関係ではいられないっていうことをもう常々、ね、あの心得ながら、あの今の日常をあの考えながら過ごしてもらいたいなと思います。 はい、本当にありがとうございました。あの本当にあかねさんのお話を聞いて、ですね、もう地球は本当に今、危機に来ているからこそ、まあ、これを本当にあのチャンスとして、ですね、私たちがもう無関心では、本当に無関係ではいられないからこそ、本当に変わってあの、誰もが安心安全で生きられる、そんな地球環境をみんなで作っていきたいなというふうに思いました。はい、本日は本当に貴重なお話を本当にありがとうございました。 ありがとうございます。